チャオ、あちゃんです。今日は、クラシエのね、不思議発見シュワシュワスライム、色が変わってシュワシュワ変身をやってみたいと思います。前これね、どこやったっけな、山陽堂書店、本屋さんで売ってて買ってみた。じゃあこういうの結構好きで、昔よくやってて、最近やってなかったね。またやろうと思って。ではやっていきたいと思います。チャオ、一年一組中村あつみクラシエのねるねるやりたいと思います。はい、こういうのはね、小学生になった気分で楽しくやりましょう。大人になんかなりたくないんです、あっちゃんは。もういつもバカな少女です。はい、永遠の13歳。違う、今日は小学校1年生です。はい。アホだとばっかり言ってます。はい。それでいいんです。はい。小学校1年生。老眼で目は見えないの。やかましいわ。もう。はい。ということで、水を入れましょう。チク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 。こんなもんかな。で、金の粉順番に並べてこ、綺麗もんね。1の粉、もうちょっと前やね、もうちょっとカメラを一緒、これぐらいでは、1の粉を入れてフォークで混ぜよう。1の粉、混ぜ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 、いやいや嫌な音がする、嫌な音がするけど、まれ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 、まだシャバシャバ、で、煮の粉、そこに煮の粉を入れよう。クリーム色になってシュワシュワふんわりするまでよく混ぜよう。はい、混ぜます。煮の粉、なんかこの変な感じ。では混ぜます。くにゅ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 く、なんか泡泡の、泡泡になりました。でもまだシャバシャバ。では3の粉を入れましょう。もういいかな。3の粉を入れます。そこに3の粉を入れてフォークでよく混ぜよう。混ぜてばっかりよね。はい、3の粉、くにゅ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 、お、トロトロになってきた。トロ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 、よくよく混ぜよう。水色になってふんわりスライムができるよ。できないよ。ただ単に泡なもんができただけだよ。なんだべこれ。さらに混ぜながら、もっと混ぜるのか。疲れてきた。スライムにならないよ。あつみちゃん作るの失敗したかな。なわけないよね。1,2,3 で作ったからいけてるはずだよね。ちょっと違う。違う、これ違う。もっと混ぜる、もっと混ぜる。なんか違う。スライムじゃない。しょぼ。ね、アホになってやると楽しいです。
ライムじゃない映ってないけど、おっぱいプップしてるなんちゅうまでか、私と、あ、でもトロトロなってきた、うん、ほら、じゃあ食べてみよう、ぬめぬめとろとろ、あ、でもスライムになってきた、ほらほらおっぱいがね、ぷんぷんしてみせ、みせんでて、はい、ごめん、調子乗りました、小学校1年生、中村あつみちゃん、そんなものはついておりません、いや、ついてるけど、膨らんでもおりません、膨らんでます、どっちもで、トッピング、シュワシュワスライムトッピング、これをね伸ばしてここにかけるんだって、あ、どうした、こんな感じ、トッピング、あ、うん、なんか、わあ、なんとかシャワー、うん、ラムネって感じの味、はい、うん、面白い。悪くはないよ。でもこういうの好きやから。うん。なんかね、もうしょぼい。しょぼいというか、懐かしいの、こういうの好きで、ねるねるねるというか、よく買ったんよ。トッピングのまま取れるね、うん、めちゃう、これはスライム、うん、うん、ラムネ味の、うん、ね、なんかすごいシュワ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 した感じするんだけどね、美味しいよ、ちょっと甘いけど、うん、爽やか、さっぱりしてて、あ、顔汚れた、顔汚れの嫌いな、うん、美味しい、美味しいというか想像通りのねるねるねるでの味です、うん、まあラムネ味やからね、間違いないよ、大体も想像つく味やけど、美味しかった、美味しいっていうかね、子供に戻ってこういうことをするっていうのがやっぱりねいいんです、はい、今日はね、シュワシュワスライム、色が変わってシュワシュワ変身、不思議発見、ちゃんと読むわ、これね、クラシエ、不思議発見、チークカシ、シュワシュワスライム、水だけでできるよ、色が変わってシュワシュワ変身、トッピングでさらにシュワシュワソーダ味、保存料、合成着色料ゼロ、
クラシエさん、メイクド、コスメとか作ってるクラシエさんやねんけどもね、基礎化粧品とか作ってるので、ね、子供向けのチーク菓子なんで体にも悪いものは入ってないらしいです。はい、前クラシエさんねテレビでやってたけど、そんな変なものが入ってなくて、でいろんなものはね、子供に安心して遊びながら、チークができるっていうね、うん、楽しいお菓子なんでね。これ、78キロカロリー、タンパク質脂質ゼロ、炭水化物19グラム、食塩相当 0.04 から 0.4 グラム、カルシウム59ミリグラム、はい、クラシエさんのチーク菓子、結構楽しいんでね、子供ちゃんは喜んでするやろし、子供ちゃんとお母ちゃん一緒に楽しんだり、ね、最近ね、時々ね、もう、お父ちゃん臭いあっち行けって言われるお父ちゃんもね、うん、娘ちゃんと一緒にやったら娘ちゃんも楽しんでくれるかもわからない。で、頭の固くなった大人の人、小学校1年生に戻って、チーク菓子でわちゃわちゃ楽しむのもありやと思います。こういうね、バカなことすることで脳が活性化されて若返ります。あっちゃんは若返りの秘訣はバカでいることやと思ってます。はい、バカな、大浦小学校1年生、憎み、中村敦美。そんなキャラクターでこれからもチーク菓子もやっていきたいと思います。ちょっとずっとやっててなってなかったんけどね、初期の頃ねチーク菓子よくやっててんけども、またやります。これ楽しいしね、バカになれるしね、頭も若返られるしね、うん、やっぱり、小学校大浦小学校1年2組中村敦美、チーク菓子これからやっていきたいと思います。はい、では今日のあっちゃんの、シュワシュワスライム、不思議発見、チーク菓子よかったよと思ってくれたら高評価を、ね、また応援コメント、中村敦美ちゃんに、小学校1年生の中村敦美ちゃんに応援コメントよろしくね。はい、はい、ということでね、また、シリーズ化すると思うんだけどね、小学校1年、大浦小学校1年生中村敦美の何かで遊ぼうのコーナーでした。勝手に名前付けだった。はい、ね、まあ、こんなことして、小学校1年生の頭で遊べるコーナー、これからもやっていきたいと思います。ではまたね。バイバイ。こんな中村敦美ちゃんの動画見てくれるっていう人はチャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。